え皆さんこんにちは2017年司法書士試験合格者の中山陽介と申しますよろしくお願いします、えー、まずなぜ私が司法書士を目指したかについてお話しさせていただきたいと思います、えー、私は大学卒業後体調を崩してしまって、えー、内定をいただいていた会社に入ることができませんでした、えー、その後体調も回復し就職活動を再開しようとも思ったんですけれども 一度入,所入社を断られたこともあり自分の力でできる仕事をしたいと考えるようになりましたそこで資格取得を目指すことにしましたその中でも司法書士は登記や裁判業務などさまざまな分野で活躍できると思い目指すことにしました続いて山村クラスの特徴についてお話しさせていただきたいと思います 私が考える山村クラスの特徴としては三つほどあります、えー、まず一つ目は先生の説明がとにかくわかりやすいということです先生の説明がわかりづらくて先生に質問したという記憶はほとんどありません難解な分野や受講生がつまずきやすい分野については先生は熟知しておりそういったところは特に丁寧に説明してくれました なので初めて法律を勉強する方にとっても安心だと思います私は大学は法学部でしたが当時の教授の授業は分かりづらいことも多々ありその時山村先生が授業をしていたらどんだけ分かりやすかったかと今でも思います2つ目としてはメリハリがあってモチベーションの維持をすることができるということです 司法書士の勉強をずっと張り詰めたまま続けるということは私自身困難だと思います私は指導校を活用する目的の一つにモチベーションの維持ということを考えていましたその中でも山村先生は授業内で自身の受験生時代の話や過去の受講生の合格者の話をしてくださったりあとは 実務家を招いて話を聞く機会を設けてくれたりしましたそのおかげでこの分野は合格者でも分かりづらいところなんだ今勉強していることは実務ではこのように役に立つのかといったようにやる気を落とすことなく勉強を継続することができましたまたテキストを使った講義でも重要なところは A ランク そこまでで重要ではないところは B ランクなどといったようにランク付けをしてくださったり暗記すべきところはこのフレーズを暗記してくださいとか、えー、ここは一度読むだけで構わないですと言ってくれたり、えー、講義でもメリハリをつけてくれるので力を入れるべきところと力を入れなくてもいいところが明確になりモチベーションを維持することができました。えー、3つ目は 記述式の学習を無理なく学習することができるということです司法書士試験には不動産登記と商業登記の申請を問題を通して疑似的に行う記述試験というものがあります問題文の量も多く複雑な事案を処理することになるので試験の中でも難しい分野であると思いますもちろんこれを避けて合格することはできませんおそらく 勉強をしていない人や勉強を始めたばかりの人であったら問題文を読むだけでもかなりの労力を要し何から手をつけていいかわからない状態になると思いますしかし山村クラスの最大の特徴でもある答案構成という方法論で挑めば自然と記述式の問題が解けるようになると思います最初から難しい問題で答案構成について学ぶのではなく 基礎的な問題から徐々に発展させていくので無理なく答案構成という方法論を学ぶことができました周りの受験生で記述式に対して苦手意識を持つ人が多かったんですが自分は最後の最後まで苦手意識を持つことなく試験に挑むことができましたなので記述式の勉強に関してはほとんど心配はいらないと思います、えー、最後に今だから思う合格のために大事なことを をお話しさせていただきます世間のイメージでは難しい試験で何か特別なことをしないと合格することができないという印象を持っている方も多いと思います試験を受ける前の私もそう思っていましたしかし合格して思うことは、えー、最初に思っていたこととは少し違います正しい方法で継続的に勉強すれば特別な何かをしなくても合格することができるそして その方法は山村先生が教えてくれます逆に変に自己流に走ったりさまざまな参考書などに手を出したりすると合格は遠ざかるのではないかと思います伊藤塾のテキストと山村先生を信じ抜くことが一番合格のために必要なことだと思いますそれではご清聴ありがとうございました